ダーグ・ヤルマル・アグネ・カール・ハンマルフェルドは、スウェーデンの外交官。第二代国連事務総長。在任中に死去した、唯一の国連事務総長となっている。日本では、英語読みに近い、ダグ・ハマー・ショルドが使われることが多い。スウェーデン語読みの、ダーグ・ハンマルフェルドと表記される場合もある。4ショーピングに生まれる。スウェーデンの首相ヤルマル・ハンマルフェルドの4。 男として生まれる。母はアグネス・アルムクビスト。祖先は17世紀まで王家に仕えていた。少年時代の大半をウプサラで過ごす。ウプサラ大学で法学士と政治経済学習士を取得し、優秀な成績で卒業する。卒業後はストックホルムに移り、財務省に入省した。1930年から1934年まで。 政府の失業問題委員会の秘書官を務める。この間、経済学の学位論文、景気循環の展開を書き、ストッカホルム大学から博士号を得る。1936年から1945年まで財務次官を、1941年から1948年までスウェーデン国立銀行総裁を務めた。百四十五年、内閣の財政。 経済問題担当の顧問に就任。対戦後の経済問題緩和についての政府案に監視、調整を行った。1947年、スウェーデン代表としてヨーロッパ16カ国がマーシャルプラン受け入れを決定したパリ会議に臨んだ。1948年にはパリで開催された欧州経済協力機構の会議に再び代表として出席。 1949年、外務次官となる。1950年、ユニスカンのスウェーデン代表団団長となった。1951年、内閣の無認所大臣に任命され、実質的には外務副大臣の役割を果たした。ハマー・ショルドはスウェーデン社会民主労働党内閣のために働いたものの、公式には政党に属さなかった。 1954年12月20日、スウェーデンアカデミー会員に選ばれる。父の死去による世襲をする格好になった。ハマー・ショルドは1951年に国連総会のスウェーデン代表団の副団長に、1952年には国連総会のスウェーデン代表団団長に就任した。1953年、国連事務総長のトリングブリーが辞任すると、 国連安全保障理事会は公認にハマーショルドを推薦することを決定した。ハマーショルドにとっては驚きであったが3月31日に安全保障理事会参加12カ国中10カ国がハマーショルドを推薦し4月7日から4月10日まで開催された国連総会においても60票中57票がハマーショルドを選任した。 就任時点での年齢47歳と8ヶ月は歴代の国際連合事務総長の中で最年少記録である。ハマーショルドは国連事務総長の最初の仕事として職員数約4000人の事務局を設立しその職責範囲を定める規則を策定した。また事務総長が安全保障理事会内視総会の 事前承認なしに緊急行動を取ることを可能とすべきであると主張した。ハマー・ショルドは国連は人類を天国に連れて行くためではなく地獄から救うために作られたと話している。国際関係の面では1955年に国連非加盟国である中華人民共和国を訪問し朝鮮戦争に従軍して中国共産党の捕虜となっていた国連軍のアメリカ人 兵士15人の釈放交渉に成功した。在任中で特に顕著な功績を挙げたのはスエズ戦争である。1956年には第一次国際連合緊急軍を組織し、イスラエルとアラブ諸国の調停に尽力した。ソビエト連邦はハマーショルドの行動が反ソビエト的であると非難し、事務総長職の辞職を強く求めたが、1957年、 ハマー・ショルドは、辞めることは簡単であるが、職を続ける方が難しいのであると主張し、再任した。レオポルド・ビルトン・ドラの位置関係1960年、ベルギーの植民地から独立を果たした。今後共和国は、激化する内乱の鎮静化のため国連に援助を求めた。ハマー・ショルドは4度にわたり、今後を訪問したが、ソ連は、 ハマー・ショルドのアフリカ非植民地化への努力を不十分と評価した。1960年9月、ソ連は今後国連軍を編成するとした国際連合安全保障理事会決議143に賛成したもののパトリスル・ムンバ政権への支援が不十分としてハマー・ショルドの国連事務総長の辞任を要求し、大案としてあらかじめ拒否権を持つ西側、東側、 第三世界出身の3人の国連事務総長によるトロイカ体制を提案した。これはソ連のニキータ・フルシチョフの辞典において、資本主義諸国、社会主義諸国、新興独立国の3つのグループの利害を対等に代表と言及されている。1961年9月17日夜、 コンゴドーランの停戦調停に赴く途上で、搭乗機のダグラス DC-6B が、北ローデシアのドラゲツイラク、ハマーショルドも巻き込まれて、事故死した。なお、ハマーショルドが、国連事務総長となった時、同国出身のカールグスタフ・ホン・ローゼンがパイロットとなったが、コンゴドーランの調停中に航空機事故で死亡した時、ローゼンは病気療養ため、地上に降りていた。 際の出来事であった。現職の国連事務総長の事故死というニュースに加え、操縦士が警護上の理由から事前にフライトプランを提出していなかったこと、国連の今後動乱への消極的介入をソ連から反ソビエト的だと非難され、事務総長辞任を求められていたことなどから、撃墜説や暗殺説が信憑性をもって広まった。 現在のように機内にブラックボックスが搭載されていなかった時代で事故に至るまでの経緯は事故後の推定と調査に依存するほかなかったが調査の結果事故機には被弾や爆発の痕跡が一切発見されなかった。同期の経由地であるンドラは海抜1270メートル最終目的地今後の首都レオポルドビルにあるんど空港は海抜279メートルで この名称が極めてよく似た二つの空港を操縦士が混同した結果夜間のドラ空港への着陸侵入中に高度が低くなりすぎ機体が地表に激突したものと結論され防殺説は一旦は否定されたしかし2013年になって当時の事務総長半気分により調査委員会が設置され2017年10月に公表された 調査報告書では外部からの攻撃や脅威が原因である可能性を示唆した。さらに2019年にはドキュメンタリー映画コールドケースホマーフルドの中で2007年に没死したベルギー人傭兵の戦闘機パイロットが命令されて撃墜したことを証言した。死後の1961年ノーベル平和賞がハマーショルドに授与された。また同年11月に 報道財団から帰宅された国際連合本部ビル図書館は業績を忍び、ダグハマーショルド図書館と命名された。1963年、ハマーショルドの唯一の著作、道しるべバグマー館が出版された。自らをキリスト教の神秘主義者になぞらえ、外交を内なる旅と主張している。ありがとうございます。